only shot me once but G, you can play Got too much to tell you I never knew I'd find you go I don't want to let her go She makes me feel a little special, yeahGet you all alone You gonna know, you gonna show She never wants you, huh? Never keeps on in your heart, huh? You gonna know, you gonna show She never wants you, huh? Never keeps on in your heart, huh? Got too much to tell you譲っちゃもらえんか。え？君との勝負は私に勝たせてはもらえんかと言ってるんだ。バキ君、格闘技世界一。私は君が生まれる前からこの栄冠を目指している。その長さ、そして密度、君にはわからないかもしれんな。猪狩さん。私にはもう時間がない。それに、君に勝てる力もないのだ。ちょっと、猪狩さん。バキ、頼む。私に勝たせてくれ。冗談じゃない。勝たせろったって、あなたにも格闘家としての誇りがあるはずだ。全力を尽くしますよ、俺は。待ってくれ。君はまだ若い。これからだってチャンスはある。いい加減に言ってくれ。俺だって、勝ちてんだよ。バギー、バギー。この大歓声、準々決勝第1試合、トータルファイティング、ハンマーバキ VS、プロレスリング、猪狩寛治、人気選手同士の夢の対決。両者、元の位置へ。感じ試合開始と同時に猛ラッシュハンマーバキ当選一方だこれがオナ往年の格闘技世界一の攻撃ダメージはあったかね今私が仕掛けた攻撃でダメージはあったかと聞いているんだない君は今そうして立っているが私は今の攻撃で立っているのがやっとだ仕掛けた私の方がだわかるかバキ君は今満足な攻撃もできないこんな老人を痛めつけようとしているんだ猪狩さんなんとバキが延髄切るえぼけんなよおっさん
こうやって決勝まで登るつもりかよ。ここはな、最強の格闘家を決める場所だぜ。これは厳しい。あのルーテーズが人を絶命しうるとまで評した殺人技、フロントネックロックだ。しかもひねりまで加えている。ギブアップだ。君の勝ちだ。おっしゃー。なんじゃ、終わったのか。若いな。バキの隙をついて猪狩、金鉄攻撃、バキ立てない。誰も聞いちゃいねえんだよ、俺のギブアップなんてな。 It's show time! Say! 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 だいぶ傾いてきやがった。秋の野郎、何もたついてやがる。あんなロートル相手によ。ロートル、あの猪狩がかね。ほら、本物の猪狩に合わせてやるぜ。猪狩、またしてもナックル野郎だ。よっしゃ、バキ吹っ飛んだ。よっしゃ。なんだ、さっきのパンチとはまるで違うじゃねえか。そう、野郎はったりかましてやがったのか。汚ねえぜ。今更猪狩を卑怯者呼ばわりか。随分とまたのんびりした話。ここに来て猪狩、ようやく本領発揮か。ここで一つ大技かますか。膝向け。マキどうした、足元がふらついている。おう、柔らを使いよるか。うりゃ、うわっ、強烈猪狩の口出しドロップキックだ。何やってんだバギのやつ、あれじゃプロレスじゃねえか。どうだい坊や、楽しいだろプロレスは。誰がプロレスなんかやるかよ。バッカイスター。気楽なもんだぜ、格闘家なんてよ。相手の技を防御したっていいんだからな、お前たちは。そこまで言うか、猪狩。レスラーにはそんな甘ったれたことは許されねえ。たとえ250キロの男が飛んできても、プロレスラーなら逃げちゃいけねえ時が。相手の技は全て受け切る。それがプロレスだ。俺は浴びさげねえ。わかるかい、レスラーと格闘家でなぜこうもタフネスに差が出るか。覚悟の量が違う。相手がどんな技を仕掛けてきても、俺たちは瞬時に覚悟を決める。そのダメージに負けないだけの覚悟な。何が覚悟だよ。おっと、今のパンチダメージを狙ったわけじゃねえぜ。動けない。おーっと、猪狩、何をするつもりだ。ほんの10秒足らずだが、手足を麻痺させる裏技だ。俺はな、こうして最上段からのニードロップを決めてきたんだよ。恐るべし猪狩幹事、かつて
これほど典型的なプロレス技をこの地下と屋上で決めた男があったでしょうか。でまたも大技、ブルンバッター垂直落下式。やべえ、マジで決まっちまうぞ。おっしゃなんだ。まずいな。え、あれをやられるとプロレスラーはかなりまずい。グラップラーバキ、グラップラーバキ、あれをやられるとプロレスラーはかなりまずい。バキクラスのファイターがその気になった時のスピードは人間の反射神経をも凌駕するだろう。そうなると筋肉を硬直させる暇もない。つまり覚悟する瞬間さえ与えてもらえないわけだ。ってことはプロレスラーがその耐久力を発揮する暇もない。早い早い、ここで一気にバキが猛ラッシュ。よっしゃ、まっとうな戦闘力ならやっぱりバキだぜ。確かにそうかもしれん。こと人間力となれば猪狩に勝る者など果たしているかどうか。クズミ、やれ。よし、合図だ。バキのお母さんかよ。いや、違う。イガミ、起死回生のドロップキック。察しの通り、あれは明澤恵美じゃねえ。あの女、俺の愛人だよ。ありがとうございました。もう十分でしょう。ああ、そう。あんなんで本当に良かったの？俺の講演会の映画関係者にちょいと協力してもらってな。変装技術で生み出した偽の母親ってわけだ。お前に一瞬の隙を作るためにな。万事固め、俺は決まった。目的のためには手段は選ばねえってやつは随分見てきたけどよ、これほどえげつない野郎は初めてだぜ。プロレスには競技の性格上見せかけだけの技も数多くある。この万事固め、こいつは別物だぜ。たまんねえな、こりゃ。ありがとう。猪狩さん、ありがとう。なんだ。まんじ固めが外れた。いや、外したのです。猪狩必殺のまんじ固めよ、いとも簡単に外してしまった。ハンマーバキ。レスラーってやつああ見えてもよ、結構勝てんだよ体が。そりゃ素人とは比べられんだろうが、レスラーと格闘家じゃ柔軟運動に費やす時間に雲泥の差がある。特に打撃系格闘技になると稽古前にはストレッチに30分以上時間を割くことだって珍しかね。
ましてやバキレベルともなれや、その関節の柔軟性は体操選手やヨガ行者が裸足で逃げ出そうってなもんだ。あの卍固めも所詮レスラーの関節を想定して考案された代物。バキの目からすりゃやっぱり見せかけの技ってことさ。猪狩さん、あなたに心から感謝したい。何？自分が誰で、何のためにこの世に生まれ落ちて、そして何をしなければいけないか。母の姿を見て改めて思い出しました。テヨッツ、俺とテヨッツで張り合おってるか。おいおいおい、俺は驚きだ。猪狩とプロレスで勝負するつもりなのか。あなた本当に多くのことを学ばせてもらった。勝ちたいのなら何をすべきか、どれほどのことをしなければならないか。邪魔せい、邪魔、この猪狩さんとはぜひ本当のプロレスをしてみたい。バキヤ、じゃあまずは力比べか。邪魔せい、やコブラツイストだ。いや、これは違う。コブラツイストではありません。似ているが明らかに違う。今まで見たことのない技です。あんまバキのプロレス技。どうだい猪狩さん、新コブラの味は。こんな程度でよけりゃまだまだあるぜ。フィギュアフォーレックロック。いや、これも違う。一体なんだ。一本足四の字。プロレスだからね、お客も楽しませなきゃ。あの、すごい。この、いや、ここでまた、バキオリジナルのスペシャルホールド。新万事。かっこいいよ、あの子。バキああ失った。客も女も全てなくした。ああもう何もいらん。来る日も来る日も血のしょんべん、市内で叩かれ蹴り転がされ、引っ張り起こされ。猪狩さん、そう、最初に覚えたのはこれだった。猪狩、まだ諦めない。やけに静かな。デビュー戦の時と同じだ。なんだってここに来て。ヘッドロックなんてつなぎの技。でもなんか綺麗。ああ、いい気持ちだ。猪狩さん、今まで見せてくれた猪狩幹事の中で今のあんたが一番活かしてる。バックドロップ猪狩。
ドニオドライバーだ。勝負あり。両者の健闘を称える声が鳴り止みません。プロレス技の応酬となったこの一戦、本当に本当に素晴らしい試合でした。お、猪狩さん、負けちまったぜ。おめえみたいな小僧っ子によ。猪狩さんが前世時だったらこの試合が前世時だったよ。え、客も女もみんなおめえの方についちまってよ。もう何もかんも何もいらねえ。そう思った時、そん時だ、なんかこうみなぎるものがな。あんなのは20年ぶりだったぜ。ありがとうよ、バキ。ありがとうございました。長き時、剣を磨き、剣を重ね、功を練る。長き、長き時、筆舌に尽くしがたき無限の時、たどり着いた境地。それは人が思い描くことすら許さない。次回、悲運。